川島織物セルコンの、ブースです。今回は、フィーロのシリーズ、私どもの最高級カーテンシリーズのフィーロを、メインに展示をしております。今回のこのフィーロのシリーズは物語のあるファブリックっていうのを、テーマに企画をしております。さまざまなものづくりの物語があるファブリックが多彩に展開をされております。ぜひ、ご紹介をしたいと思います。まず一番最初にご紹介しますのがアーカイブコレクションのシリーズになります。このアーカイブコレクションは私どもの京都にございます織物文化館、そちらにございます資料から、デザインソースを得て様々な形で、新しいデザインを掘り起こし、そして私どもの織の技術で新しい織物として、蘇らせた、そういったシリーズが、展開をされております。まず最初にご紹介したいのがこちらのケンランという柄です。こちらの柄は、インドのカシミールショール19世紀の、資料なんですけれども、そちらに、あったデザインを現代的に、アレンジして新しいファブリックとして蘇らせております。また、真ん中にございますのは、アールヌーボー調のデザインの、資料がございました。明治時代の、当社のデザイナーが描いた柄と言われております。そちらを、やはり、非常に緻密な美しい織物として仕上げております。こういった数々の私どもの、文化的資源を活用した、このアーカイブコレクション、非常に今回のシリーズの中でも、新しい柱として打ち出しております。次にご紹介したいのが、モリスデザインスタジオの、新柄のシリーズになります。こちらはいちご泥棒という柄です。このいちご泥棒はウィリアム・モリスが、自邸の、庭で、いちごをついばむ小鳥を見てデザインしたと言われている、非常に有名な柄です。この柄、非常に人気があるこの柄を、今回初めて織物にすることができました。非常に織のふくよかさというのが加わった、凹凸感もあるしっかりとしたファブリックに仕上がっております。そして、このかわいい小鳥の柄を少しボーダー調に配して、作りましたのがこちらのいちご泥棒シアーという薄地になります。ぜひ、コーディネートでおすすめいただきたいと思います。最後にご紹介したいのがすみこ本田のシリーズです。こちらのシリーズは私どものハウスデザイナーでございます本田すみこが、自らデザインを描き、そして織も非常にこだわって作り上げた、そして自社工場で織り上げたという、非常に当社のオリジナリティの高い、シリーズでございます。自然ですとか工芸品などからインスピレーションを得たデザイン、非常にモダンで、そして日本らしいデザインというものを心がけたシリーズになっております。こちらに展示しておりますのは、今年の新商品、こういった刺繍の商品、そしてコーディネートをしたい、ドレープの商品、そういったものが、多彩に今こちらには展示をしております。こちらに展示しておりますのは当社の歴史、そしてものづくりを象徴するような展示をさせていただいております。当社の、昔、織物参考館といって、最初の企業ショールームのような形で作られた、施設、そして実際現在でも織の現場で使っておりますさまざまな、器具ですとか、資料といったものがこちらに展示しております。私どもの、ものづくりはこういった背景、歴史とそして技術に支えられている、シリーズになっております。ぜひ当社の商品、今後ともご愛顧いただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。